皆さんこんにちは。茨城栃木一人ビジネス勝手に応援団ナレーターのあやです。夕闇迫るここは茨城県常陸大宮市。水戸からやってきた JR 水郡線の列車が常陸大宮駅に到着します。たくさんの通勤通学客がこの駅で下車します。今日も一日お疲れ様でした。JR 常陸大宮駅から線路沿いに南へ歩いていきます。5分もかからないほどで今回紹介する集まや本店に到着します。今日は茨城県常陸大宮市集まや本店ウルノヤスシさんをご紹介します。集まや本店は3月9日に新装開店しました。新装開店でカウンターにはパーテーションが設けられました。板材はすべて除菌、抗ウイルス、抗触媒コーティングが施されています。もちろん焼肉屋なので換気はバッチリ、安心して飲食ができますね。畳席も配置が変わり、焼き台もリニューアル。トイレも明るく綺麗になりました。女性の方も安心して使えますね。新装開店で常連客から嬉しいメッセージが寄せられました。集まやさんは地元の人たちの憩いの場。今日も家族連れが楽しく食事をしています。明るいスタッフたちの対応で食事も弾みます。昔は来たの塩つらくて。お母さん、ラーメン美味しそうですね。こちらのお客様はお父さん同士、肉を囲んで楽しそう。お父さん、今日も一日お疲れ様です。お帰り。さて、お客様が増えてきました。ますます忙しい。集まやさんは店主のやすしさん、おばあちゃん、奥様、お兄さん、お嬢さんの家族全員と、そしてやすしさんも顔見知りの近所の学生アルバイトさんたちが楽しそうに働いていて、本当にアットホームな雰囲気を感じます。さて、ここで店主やすしさんおすすめの集まやメニューの紹介です。と、その前に駆けつけビール1杯。美味しそうだね、お父ちゃん。さて、最初に出たのが集まや伝統の味、白と頭です。伝統の味とともに伝統のニンニクタレ、門外不出の秘伝タレです。歯ごたえもよく、タレとのマッチングが美味しさを加速させます。次は刺身の盛り合わせ。やすしさんが市場で今日一番の旬の魚を仕入れます。その日によってお品書きが違ってきます。今日はマグロ、ホタテ、馬刺しの盛り合わせです。新鮮でみずみずしくいい食感です。実はやすしさんは若い頃、東京の割烹料理店で修行をしていて、魚に対する目利きもすごいのです。魚について熱く語ってくれました。さすがは目利きがいい。刺身も肉も劣らずビビでございます。そして締めにはラーメンです。いろいろな種類のラーメンがありますが、今回はお兄様が作るどこにもないラーメンを作ってくれました。初、豚汁ラーメン。何年ぐらい？8年、9年ぐらいですか。
あ、そうなんだ。はい、豚汁ラーメンはどうやって作るの？豚汁ラーメン、うん、味噌ラーメンと同じ感じで味噌と、うん、はい、胡椒とか入れて、胡椒とか入れてやってるわけだ。はい、なんかこうこだわりあります？こだわり、うん、まあ、豚汁ラーメンだ。うん、豚汁ラーメン、よそにない感じは、よそにないものを、はい、お話した楽しみにいます。はい、どうも。すごい伸び人がある。飲みたいっていうのは美味しいラーメンなんですよ。もうスープ楽しく明るい雰囲気が店の隅々まで感じる集まやさん。次の動画では集まやさん、よずしさんの歴史をたどっていきます。